はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらですね、バウンスオフです。こちらですね、トイザラスで買ってきた、なんかこう何、テーブルアクションゲームって書いてあるんだけど、要はですね、このピンポン玉をこうバウンドさせてこの中に入れる、指示のカードがあって、指示通り先に入れた方が勝ちっていうテーブルゲームですね。じゃあ早速開けていきましょう。おい、ここを気をつけないとボールがガラガラガラって出ちゃうからさ。大丈夫？ああ、本当だ本当だ本当だ。なるほどね。加工されちゃった。こんな風になってますね。はい。ボール置くところ？ボール置くじゃん。そうだね。あとこれがカードで、ちょっと説明書が1枚とこういう感じ。この柵と黄色のボールが8個、青のボールが8個入ってますね。はい。てっきりね、これ全面に全部いっぱい入ってんだと思ったらこれだけしか入ってなかったですね。あ、そうだね。ちょっとピンポン玉よりかタッチいい感じ。あ、こんな感じだね。うん、なんかこんなことちゃんと跳ねるね、カードはこんな感じだね。うん、難しそうだね。結構これなんか簡単だ ね。 そうだね。簡単なのか分かんない。じゃあ早速やっていきましょう。今カードを切りました。ケシン君のカードも切ります。はい、ではパッパの出たの、おー簡単だ、これだ、超簡単。ケシン君はうわーてれーてれー。はい、じゃあ対決していこう。はい、じゃあ最初はグッジャンケン、最初はグッジャンケン、ポイッ、アクシュッ、アクシュッ。おー、ケシン君の勝ち。どっち先やる？うん、はいはい、おー入った、なるほどね。うん、パッパボールを阻止、はい、あ、入った、阻止することも、あー、これ失敗。はい、パパどうぞ。ここに入れるんでしょ？入れるのきつい。うわー、パパ失敗。これむずいな、結構。あー、入んない入んない。いきます。おっ、来たよ。ほら、パパ3列だから、3列だから3個だからもう1個で揃う。あ、やばい。いきます。うわ、早かった。これ簡単だったね、パパはね。はい、じゃあ第1回戦パパの勝ちです。はい、パパこちら。お、簡単そう。三角形っぽいやつ。お、ちょっと似てる。そうだね、エイシン君の方が一つ多いね。うん、最初はグッジャンケン。あ、また負けたわ。はい、うわ、お、中心に浮かせて、はい、割と軽くやんないとね。おー、いい感じね、いい感じね。あ、そっち行っちゃったよ。おー、うわー、よし、そ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 し。お、上手くなってきた、二人とも。あ、失敗。これ軽くやりすぎた直後から。なんか4つ揃っちゃった。おい、うわ、うわ、やばい。もうパパリーチ、こっちか、こっちリーチ。あのこれ食べた。もう一回やっていいよ。はい、お、お、お、あー、リーチならず。おい、またパパ、やばい、やばい、勝ちましたってパパが。はい、じゃあ次のカードいきましょう。こちら、うわ、L だ。イエーイ、小さい木、小さい木。最初はグッジャンケン、ポイ、よし、あー、ポイ、お、いいとこ、お、いいとこ、お、いいね、危ねー、危ねー、すごい場所に、あ、一個ずれた、うえぇ、二回連続外した。あー、パパ外した、狙いすぎた。おっと、よしよしよし、よし、狙いきた。ああ、あ、でもいい感じだね、ちゃんと。おし、パパリーチ。ああ、揃っちゃった。ついに勝った。しまった。イエーイ、こっち阻止見逃してた。イエーイ、そんな簡単に集められたから。よし、じゃあ次最後の対決にしましょう。プラスだ。お、あ、ちっちゃい L だね。ち、小 L、 小 L。 最初にグッジャンケン、ポイ、よし、パパ、パワー多いね。ほい、へい、え、あ、うん、いいじゃん、いいじゃん。初手から外した。あっと、そっち行っちゃった。あー、阻止された。よし、全然違うところで作るしかない。あっ、伸ばした。よし、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 これいいよ。あー、そっち行った。あー、外した。重なった。あー、うえ、
よし。あー、なんでそっち行っちゃうの。あ、でもこれでここを入れればもう、うん、あれだね。もしくはね、本当にダブル、ダブル DH だよ。あー、えちゃん阻止した。あー、外した。ここ終わり。行った。おー、行った。あ、これか。行った。行き上がった。最後の最後に行った。しょうがない。じゃあ2勝2敗って感じかな。そうだね、うん、なかなか面白かったね。うん、はい、ということで今回はバウンスオフでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。